無我夢中で網の手を掴もうと腕を伸ばす。いくらなんでもこの高さじゃ無理じゃ無理じゃ無理じゃと思いとどまる。まあこれは伸ばしとこう。届いて、てかなんでさっき危ない、あえ、いやなんもなんもなんじゃなんじゃうるさい、ね、なんじゃうるさい、何か言いたいことがあるんじゃろ。うるさいうるさい、ないないない、実はあるんじゃろ。じゃよ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 、あ、これバッドエンドかな。バッドエンドかかなかな、ふぅまだわからない、まだわからない、そこにいろ。おった、おお、おった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 。さあみーちゃんエンドいきますよ。やっぱ可愛い子やんね。まあ人形さんみたい。救助は？てか君らずっと水の中おったらやばいぞ。体温が。見つめ合っている。見つめ合う。なんか歌っとるし。救助来たわ。お、ハンカチ。ハンカチーフ。ハンカチ気づかへんのみんな。いや、なんであそこに引っかかってるんやろうと思うけど。待って、こんな笑顔で。さっきさんエンドはヘリで、みーさんエンドはヘンド、エンド船エンドは船か。待って、おかしい。キスするんか、またいや一瞬、いや一瞬な、一瞬やで、このままだって角度おかしいな思って、レズで終わりみたいな感じ思ったら、なぜ頭コツンなの、おでこがコツンか。それぐらいならギリギリするからじゃない、いやちゃ待って待って、チャウがさそこでさキスを処方してた、うん、いやちゃキスするんかな思っただけで、まあキスはせんかったな、そっかって思ったけど、あの環境の中でおでこコツンする？聞くな聞くな。まあそれがミーさんエンドやねんやろね。なんていうか、その女の子やったら変やろな、なんていうかこのエンディングはうん、変やな、うん。いやでも、というわけで終わりましたね、無事に。そうっすね。ねえ。だね。なんていうか、その PSP 版は、容量が小さいからかな。同じ話が、男女で、うん。そんな違うことなく、ほとんど同じ話で進んだのでね。そうっすね。なんていうか、その、多分、全部やるには飽きが来るんじゃないかなというところが正直なところかな。全てのエンディングを見るのはいいんだけど、男女どっちもやるのか、そうやるとなると多分飽きが来るんじゃないかなとは思います。まあほとんど変わらないんでね、もうちょっとなんていうか変化つけた方が面白かったんじゃないかなと思いますが、まあせっかく男女を作るんで、そうそうそう、
まあ多分 PSP だから無理やったんやろうけどね。その分期待ですよ、4は。また末を聞きに変わるんでね。そうっすね。ただ4で出されたら私4買わなきゃいけないんだけどね。頑張って。いや大丈夫、まだ全部4と3を併用で出してるとこ多いから。併用使う。プレステ4を買うつもりやけどな。あ、買うんや。買うつもり。うん。面白そうじゃない、プレステ4も。買えない。君なんかあれ親と一緒に買ってんかった。もう買えない。もう買えないんか。無理、絶対無理。そうなんか。エイアン3でってなってるから。おお。もうお年玉もない？いやまだあるけど。ほんならそれ買ったんや。いやだ。いやまだすげえまんま出てないし。せやな、まあね。でも無双とか出だしてるから。うん。でもまだ3とかビータで出してるからまだ大丈夫。まだ。さて、というわけでエンディング迎えたってことで、どうでした3？私はユータで3。ああ、キラくんじゃないかなとは。ほとんど覚えてない。おい、マジかよ、お前。ないです。まあでもアイレムらしさが出てたよね、今回も。でもこう毎回歌うところがギャグになってるようなっていうか、まあね、突っ込むところが多すぎて何とも言えない。なんていうか、でもアイレムにしてはそのまだ出し切ってへんというか、まだ出したいのにクソこの容量めって感じなんかあったかな。多分まだまだアイレムの魅力は出し切れてへんと思うわ、これは。正直言うとね。まあ、なんて言うんだろう、ダイブバイクル思ってたけど、このゲームっていろいろ甘いところありすぎですよね。甘いとことは？前のも、ニット1もそうやけど、エンディング関係でそこもある。まあでもそれもそれで魅力やねんと思うし。さて、初見さんは、はい、歌さんは。いや、途中からと最後だけ見てもそんな感想。まあでも笑いどころは多かったよねって思う。ね、そうっすね。でも選択肢がいっぱい増えたんはおもろかったっす。まあね、今回変なの多かったっすね。というより男女分けんねやったら、だからちゃんと男女でやってくれ、うん、もうちょっとなんか変更してくれたら嬉しかったかなというのは本音ですけど。あ、1年後。おや？でも面白かったですよ、この話も。うん。え、こんなんあったっけ。お、あやみからだ。ちゃんづけじゃなくなっている。お久しぶりです、あやみです。この1年いろいろなことがあって。めっちゃ声の出し方大人になって。こうして手紙を出せるようになりました。ご存知かもしれませんが、私と兄の証言により葉月建設に捜査が入りました。あなたや咲さんまで騙すようなことになって本当にごめんなさい。今私は葉月の家を出て兄とも離れ、一人の生活を始めました。近くの食堂で働かせてもらっているんです。まだ下手ですけど、料理も練習しています。行きたいなぁ、お尻。もしよければ、あ、来た、来た。近くに来られた際にでも、一度食べに来てください。絶対行くわ。会って直接、助けてもらったお礼が言いたくて。それに何より、もう一度あなたに会いたいです。お返事待って。もうすぐ書くよねこれ。君はそうだろうね。ね、もうすぐ書いて、とりあえずパソコンで打って、自分の字下手やからパソコンで打って、でまあまあまあ新しいコンパスを獲得しました。とりあえず3泊4日でどうですか。泊まる気やから。
泊まる気や。3泊4日で行っていいですかっていう。恐ろしい。この子恐ろしい。いや、だって一生大切にしますって言うたらあかんやん。言ってないし。言ってないし。任せてください。いやー、幸せやわ。多分、さっきさんもあるんですよね。多分ね。まあまあ、それは、もう見てください。実況にすると、その、やっぱり重なってくる部分が多いのでね。ああ、なるほどね。というわけで、見事。見事。みゆちゃん？名前いつもわからないの。みゆちゃん。やっちゃう。あ？あやみさん。あやみさん？あれ？何と混ざってみゆになったの？え、知らない。まあいいや。あやみちゃんのルートが終わりましてね。ん？何？あ、そのまま始まるのね。終わりまして、で、メノが藤をやって、はい、私がミネコをやって、なんとか忘れることができました。わー。多分手紙を見てなかったと思うんですけど、うん、サキさんの方は。まあそちらは見ていただくことにしてね。うん、各自で。うん、各自でって、視聴者様に出してね。どうして、なんだどうして、まあいいや。というわけでですね、さあ次回のお話ですよ。次回これ終わってから出す予定やから、これからですね、私たちは新しい実況を撮るんですよね。はい。というのが、絶対つぶとし最後までちゃんと見てくれてるって方は多分ちょっと聞いた覚えがあるんじゃないでしょうかね。こっちじゃないか。どこに置いたっけ。知らんぞ。知らんぞ。君の部屋のことなんか。いやいや、君に見せて、そっから。え？ん？君に見せへんかったっけ。何を？見てね。そっちか。それじゃないよ。さて。さて、そうですね、今回じゃなくて次回からはですね、竜が如くというゲームをやっていきたいと思います。というかこれから撮るんですけどね。はーい。で、竜が如く HD エディションってやつですね。1と2が入ったやつで、それでまあ1から、メノンが1からがいいと言ってるんで、いやー、じゃあ1からやろうと思ってて、で、そうですね、まあ私ばっかりプレイもあれなので、今回はメインはメノでプレイしてもらおうかなと思っています。やったー。というわけでプレイ、はい、頑張ってください。はーい。いやー、できるかどうか分かんないですけどね。というわけでね、次回は竜が如くアップしていきたいと、違う、うん、せやな、アップしていきたいなと思っておりますので、絶対絶命シリーズが終わったと思ったら竜が如くシリーズだね、はい、やっていきたいなと思っておりますので、まあその合間合間になんか違うゲームをまたぶっ込んでいくと思いますが、ぶっ込むっていうのやめろ。とりあえず体目実況では竜が如くやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あざまーす。あざまーす。また見ていただけると嬉しい限りです。ではさよなら。さよなら。さよなら。